色もいいし、色はいい、綺麗だよね、綺麗ですね。ブルーも負けてないですね。嬉しい、ありがとうございます。僕からこの際迷える。ちょっと早い、新潟のそもそものチームのイメージが温かいイメージがすごくある。うまい。何飲んでですか？みかんサワーだよ、さっき買ったみかんサワー。撮影中にお酒飲んで。どうも、こちらリュージョンです。よろしくお願いします。いいです。茶番が何？てか何持って何持ってんの？メイちゃんは逆に。いただきました。え？もらったの？これ、アキさんが MVP 取った年だよね。2018年。うん、やば、これはすごいね。いつもご覧いただいてる方ですね。はい、方からいただきました。いや、本当にありがとうございます。しかも入れ物なんです。やばすごすぎる。どうしたの？誕生日？就職祝い。就職祝いか。あ、就職おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日29節新潟戦です、はい、前回負けてますけどどうですか今日は。なんか X の情報によると、ほう、なんかビジター席がなんか売り切れてるとか。て新潟なんかチケットを探している阿部サポさんを見かけたので、うん、ちょっともう気合が違いますね。ちょっとそうですね、まだ我々ちょっと最近こう勝ち点を積み重ねてきてますので。あれ何か知ってます？なんでですか？あれね、勝ち続けてる理由、僕が帽子をかぶって応援してるからなんですよ。あ、いつも脱いでるんですか？夏場、汗かきすぎて通ってたのよ。調子悪かったの。いけなかったのかもしれない。うん、だ今日もね、かぶって応援しようと。バカしてる。ヒゲも伸びてる。ヒゲもめっちゃ伸びてるからマジで。そのまま、うん、続けて頑張って。1000人みたいになるよ、このままいくと。頑張りましょう、本当に今日はね。前回 1-0 で負けてるんでね、今日勝ちましょう。ってことで、めいちゃん、ちょっとインタビュー行こっか、はい、そろそろ。ってことで、めいちゃん、行ってみよう。勝利をつかめ。はい、どうぞ。はい、どちらからですか？横浜市から。横浜市そうなんですね。続き区ですね。近かった。はい、え、じゃあちょっと聞いていいですか？はい、アルビレックス新潟を好きになったきっかけを教えてください。そうですね、もともとレイソルサポーターでした。はい、そうなんですか。柏に住んでたんで。あ、ただちょうど日韓ワールドカップの時に新潟に引っ越して転勤でしたけど、そこでサッカー熱再燃して、当時 J2 の、はい、あのもう多分フロンターレさんと思う試合、その方が、ね、結構いかついサポーターだなと思ったんですけど今はちょっとなんか今ちょっと品のある感じになって、だいぶその当時のイメージとは。そうなんですね。はい、2002年ぐらいですね、はい、その頃に、まあ、好きになりましたね。歴で言うと20年ぐらい経ちますかね。すごい。小学校から、そうですね。はい、その後とか、はい、そうですね。編集しといて、編集しといてもらって。ちなみに、苦手を好きなきっかけは、まあ、影響です。好きではないかもしれないですけど、とりあえず行ったら行くみたいな、はい、そんな感じです。それでいつかね、はい、好きになっちゃったりする。そうですね。色もいいし、色合いがいい。綺麗だよね、すごい。綺麗ですね。めちゃくちゃいいです。まあ、ブルーも負けてないです。嬉しい。ありがとうございます。ブルー負けてない。そうですね。はい、でもう一つ質問があって、はい、推しの選手がいれば教えてください。推しですか、はい、私結構チーム推しなんですけど。おー、何だった？妻はゴールキーパーの小島に。あ、ゴールキーパーの小島選手。はい、ドラえもんみたいでかっこいいってあの、ユニフォームが青なんでで、何でもセーブしてくれるから。へぇー、ドラえもんみたいにかっこいい。そういうとこ好きなんですか？はい、小島選手のうまいところが。やっぱできるところ。うわできる男が好きらしい。はい、らしい。できる男ってことですね。いやいやいやなんかさすがです。そういうことですね。前節というか、アウェーでホームで亮太郎のゴールですね。そう、スーパーゴール 1-0 でも蹴りますからね、はい、今日ちょっと出してきた。いや、せめて引き分けで結構ダゾーンとかは 3-3 予想多かったです。打ち合いですか。打ち合いって言ってましたけど打ち合う選手そんないるかって話なんですよ。
そもそも。三三でもな。打ち合いますよ。本当に三三だったら終わっちゃいますよ。はい。どうぞ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。車に貼ってもらう。え、マジですか？違うに。こっちに見える。めちゃくちゃ面白いですね。なんか芸人とかやられてます？いや、やってないです。やってないです。やってないです。めちゃくちゃ上手ですね。本当ですか？はい。やってるのかなと思って、芸人喋るの好きなの。めちゃくちゃいい人に声かけたね。ありがとうございました。せーの、ポチャチャロノリがめちゃくちゃいいんですよ。せっかくですから。ありがとうございます。やると決めたら。で、今日でも、今日は初です。すいません。初めてのテンションじゃないですよね。初めてだったんで、はい、僕だけユニフォーム着てないんですよ。そうですよね。とどろきに来たのも初めてです。うわー、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、本当に。で、フロンターレ、はい、好きです。好きになったきっかけを教えてください。生まれ、川崎育ちの応援するとなったらもフロンターレです。ちょっと言い出した。私お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんがサッカー好きで、サッカーが多くて、それから、はい、うわうわ、すべて今の推しの選手とかっていますか？最近出てないんですけど、大島くんが天才ですね。はい、どういうとこ好きですか？最初は顔が好きです。そうなんですよ。そっから入るんですよ。顔から結構ね、顔面を見せてもらったんですよ。そうですね。結構高いですけどね、もう。で、そこから入って、ねえ、最高じゃないですか。はい。で、入ってね。はい、結構、はい、復帰。はい。僕はフロンターレ見たことはあります。あります。僕はやっぱり三笘薫です。今やね、今やブライトンでどんだけ活躍するんだっていう。筑波大学から見てますし、あ、 YouTube ですよ。YouTube で、あ、あとは一緒にやってるわけではないです、はい、です。まあ、あとは田中碧君とか、まあ、顔ですね。顔ですよね。そう、オーストラリア戦のゴールとかやっぱり代表戦で、やばいっすよね。やっぱ田中碧君すごいなって思ってます。確かにあのハートの強さすごいっすよね。すごいっすよ。あとちょっと古いですけど大久保嘉人世代なんで。僕嘉人と同い年なんです。え、そうなんですか？41っす。見えないですね。マジか。なんかいりますよ。いいんですか？関西の出身ではないですか？いや、全然ですね。もう体育会系のリスク。はい。こんな感じですか？いつもこんな感じです。暑いですね。なんで、僕からフロントに盛り上げてくれ。ちょっと早い。最高。今日初めてなんですよ。最高すぎます。すみません。めちゃくちゃいいお友達ですね。いやいや、そんなないです。本当に今日楽しんで、はい、帰って超楽しみにしてるんで、もっと楽しいですから。また2回目お会いできたらまた呼んでください。そうですね、その時はもうユニフォーム着てるかもしれないです。そしたら絶対そうなるよ。はい、フェイスペイントも一緒にしておきます。絶対だよ。そしたら声かけてください。はい、すぐ行きます。はい、そしたらもう一回準レギュラーでよろしくお願いします。絶対よ。はい、お願いします。ということで、はい、嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた、せーの、お茶碗。ありがとうございました。ありがとうございました。最高すぎますよ。新潟サポーターさん、初めてインタビューしました。ありがとうございました。ありがとうございました。答えてくださったお二人、ありがとうございます。めちゃくちゃいい人たちだったね。本当ですね。ねえ。新潟のそもそものチームのイメージも、温かいイメージっていうか、ものすごくあるので、まあ、本当にインタビューした方も、まさに温かい方が。確かに。うまくまとめたね。プロサポのお二人ね。絶対営業マンだと思ったよ、俺。あの勢いとあの度胸すごかったね。すごかったっすわ、うん、楽しかったインタビューしてて、今日はだけどね、はい、勝って、はい、少しでも順位を上にするっていうのがありますんでね。前回負けてるから今日絶対勝ちましょう。ということで、勝ちは何かあります？大丈夫ですか？お話する？
今日のポジャル TV は以上になります。せーの、ポジャルのみかんサワー最高。みんなを笑顔にしたい、楽しんで生きていきたい、たくさん明るい日差しの中、さんさん気持ちがいい、鳥たちも笑ってる、今日も勝てる気がする、大きな夢に向かい自分信じて戦うよ、背筋伸ばして前向いて勝利をつかめ、みんなを笑顔にしたい、楽しんで生きていきたい、たくさん太陽を浴びてみんなで Let's smile、 みんなの笑顔が見たい、楽しんだ思い出抱え、たくさん Let's smile.